はいどうもパシです。今回はですね、まあ、ちょっと怒ってます。誰に怒ってるのか。ジュエちゃんですね。ジュエリーです。まあ夫婦喧嘩といえばそれまでの話なんですが、まあ、今回はジュエリーさんについてちょっと話していきたいと思います。でプラス明日の夜の7時からジュエリーさんと YouTube 上で初めて生放送しますので、ぜひともそちらも来ていただきたいんですが、最近のちょっとジュエリーさんについて物申したいことがあるので、まあ、ちょっと話していこうかなというふうに思います。怒ってます。で何かと言いますとですね、まあジュエリーさん、まあ昔はちゃんとコールオブデューティーの動画をねメインで上げてました。まあ、コールオブデューティーばっか上げてたんですけれども、最近になってね、なんか怪しい動画をなんか多々上げるようになり始めたんですよね。で、まあ、どんな動画かっていうと、まあ、こちらですよ。罰恥 AV これはすごくいかがわしいビデオです、君の名はっていうね。なんとジュエリーさんとうとう顔出しでアダルトビデオを見る、そんななんか動画を上げ始めたんですね。これどないなっとんねんと。じゃあ同じようなネタも桃里奈ちゃんがやるかって言ったらやらないですよね。なんかね、急にエロい感じの動画で男を釣り始めたんですよ。許せないですね。何なんですかね。じゃあご覧ください、こちらの動画。こんばんは、ジュエリーです。この謎の笑顔でティッシュをただ抜くというね、まあ、これ何を意味しているのか多分ね本人分かってやってます。この悪い顔してますね、悪い顔してますよ。これはもうティッシュはもうオナニーをして、でもう私でオナニーをしてティッシュでそれを処理してくださいみたいな、この悪い笑顔なんかね最近おかしいんですよね。でこちらの動画もご覧ください。顔出し BO3 リスナーの前で自ら縛られてみたというね、まあ、急になんか髪型までセクシーにしちゃって、で挙句なんかリスナーの前で縛られてみたみたいな、明らかにねエロで釣りに行ってるんですよね。これどうなんですかね、解放感とか書いちゃってますからね、ちょっとおかしいんじゃないですか、エロで釣るって。あのね、まあ、言っちゃ悪いですけど、あのエロで釣るのはねもう人として終わりですよ。そんなみっともないことしてたら、あのね YouTuber だろお前。あのな、ゲーム実況者とエロって相反するんですよ。違うんですよね、やっぱ。あの僕らはやっぱあのポンキッキーズみたいな、やっぱそういう子供が笑って安心してリビングで楽しめる動画を作るのが YouTuber でありゲーム実況者だと思うんですよ。それがねエロでやりだしたら終わりですよ。そんなことするんだったら別にレッドチューブでゲーム実況の動画でも上げてろって話ですわ。あの YouTube に上げるんだったらエロで釣るのはね最低な行為だと思います。本当にね軽蔑しますね。でさらにですよ、なんとね以前にもねいやらしい動画上げてるんですよ。他にも2個ほど、まあ、3個ほどありますね。まあ、なんかあのブラジャーをね外したりつけたりみたいな。どうもジュエリーです。今回はですね、一人ぼっちなのでブラックオプス2の実況プレイ撮っていきたいと思います。あれもう一回やらせてください。もう一回やらせてください。どうもジュエリーです。今回はですね一人ぼっちなんでブラジャーで出てた。ちょっともう一回やらせてください。してるすごいやらしい動画も上げてて、ジュエリーさんって YouTube 上で検索するとジュエリースペースブラヒモとかでめっちゃ検索されてるんですよね。だからもうそれぐらいみんなやっぱジュエリーさんのブラヒモとかね、あのやっぱ AV とか興味あるんですよ。で前にも上げた動画こちらをご覧ください。何ですかこのタイトルは。女の口マン月を買いたい、かっこいい。何ですか女の口マンって。大丈夫ですかこれ。女の口マン、俺が買い取りたいわお前の口マンみたいな話ですよね。何言ってんすかねこの女の子は。本当にやばいんじゃないですかね。でもう一個ね、なんかねこれ完全に多分エロ動画だと思うんですけど、なんか、ね、エロ動画があるんですよね。こちら、新規一点ご心配をおかけし申し訳ありません滝行っていうね、これどういうことか分かりますか。ジュエリーさんが滝に打たれて服がスケスケになってるんですよね。やっぱねもう AV ですよそんなの。もう水攻め AV ですね。俺にはガンシャにしか見えなかったです。もう完全に AV でした。はい。で、じゃあどんな動画なのか。皆さん、ちょっとご覧ください。こちら。やっぱ服スケスケですね、やっぱね。やっぱ服スケスケでした。これ AV でしたね。はい。なんかそういう特殊な性癖の人向けの AV ですね。なんでやっぱ最近のジュエリーさんはちょっと昔と比べて変わってしまいましたね。やっぱそのなんかエロで釣るみたいな、非常になんかみっともない
悔しいですね。なんかね、せっかくチャンネル登録者10万人ということで、女性の10万人のゲーム実況者ってすごい珍しいんですよ。もうかなりの大手ですよ。もう日本で3本の指が入るゲーム実況者として、もうかなり大成したと言っても過言ではないと思うんですが、エロで釣ったら終わりですよ。ロアさんとか見てください。絶対そういうことしないじゃないですか。やっぱね、ダメですよ。木下優香さんみたいに、やっぱてっぺんの YouTuber はね、そういういやらしいこともせず清く正しく生きていかないとやっぱダメだと思うんですよね。まあそんなエッチな YouTuber になったジュエリーさん、まあもしかしたら近々ラファエルさんとかと顔出しでラブホで撮影とかの動画があるのかもしれません。ないのかもしれません。ただね、オパシとラブホでもしかしたらそういう撮影があるのかもしれません。あります、ありますって感じですね。で、今回は、まあ、明日夜、7時からジュエリーさんと2人で YouTube ライブで生放送して、なんとジュエリーさんには顔出ししていただきます。で、今回ね、何をするかと言いますと、ジュエリーさん10万人突破しました。で、ジュエリーさんに10万人突破記念の罰を与えたいんですね。やっぱね、以前はなんかセーラー服になってもらったりはしてないか、セーラーは違うか、セーラーはやってないですけど、まあ、ナースになってもらったりとか、まあ、いろいろしてもらったじゃないですか。10万人突破記念、ジュエリーさんに何をしてもらうのか、もしくはですよ、ご褒美をあげるのかもしれません。日本列島、オパシと二人っきりで47都道府県回ってフランクフルト食べ歩きツアーみたいな、どんなご褒美をあげるか、どんな罰を与えるのか、それを決めるのは画面の前のあなたたちです。明日の生放送中に皆さんでジュエリーさんの10万人突破記念のご褒美もしくは罰をみんなと一緒にね、大喜利感覚で決めていければなと。大喜利感覚でね、はい、ということで皆さんぜひともね、明日の夜7時から生放送やりますので、ぜひとも遊びに来てください。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。明日絶対来てね。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。